今日は土曜日か9日で、1週間経ったのかな。で、あとは今日はここがね、冬場に来た石見西の施設で、で、あとはこの石見西の施設の前がこうやって畑になったから、ちょっと今日は研修生同士で畑を耕す実習に来てます。午前中の作業が終わって、畝と畑はこんな感じになりました。大体ね、レタスの畝がこっちかな。レタスの畝、こっちがじゃがいもの畝。適当に植えたから、どれくらいどうやって入るのかはちょっとわからないけど、大体今日土曜日はこうやって手伝いに来てます。で、ここが、冬場に見学しに来た岩見西小学校。ちなみに Google で検索しても出ません。だから住所を入れないと出ないね。なんせ Google 検索で出ないから。とまあ感じで、研修の生活は今始まったので、